日本とパラオの関係とは日本とパラオの二国間関係を指す。日本はコロールに大使館を、パラオは東京に大使館をそれぞれ置いている。日本とパラオは1994年11月2日に正式に国交を樹立した。日本統治時代のコロール日本とパラオの関係は江戸時代の1820年に道の区国平軍。 船越浦の神社丸がパラオに漂着したことから始まる。神社丸は江戸に向かう途中、九十九里浜沖で遭難し、38日後、パラオに漂着した。生き残った長吉ら6名はパラオに3年半余り滞在した、後、フィリピンのマニラ、マカオ、石膏省ながら裏を経て日本に帰国し、パラオに関する記録を残している。九百十四年、 第一次世界大戦に連合国として参戦した。日本はパリ講和会議において当時ドイツ領ニューギニアであったパラオ諸島、カロリン諸島、北マリアーナ諸島の委任統治を認められた後、臨時南洋軍統合部隊と軍政庁を設置し、パラオを含む南洋諸島統治を開始した。1920年、ベルサイユ条約によってパラオは国際連盟の委任統治領として認められたため、 1922年に日本はパラオのコロールに南洋町を置き委任統治領の行政の中心地とした。日本統治下においてパラオは漁業、農業、工業の分野で目覚ましい発展を遂げた。パラオは日本統治期間中ある程度の自給率を達成していた。パラオは第二次世界大戦中大日本帝国軍の前線基地として機能し、 1944年にはパラオ諸島南部のペリリュー島とアンガウル島でペリリューの戦いとアンガウルの戦いが行われた。1945年南洋諸島の日本統治は第二次世界大戦における日本の降伏とともに終わりを告げた。旧南洋諸島は太平洋諸島信託統治領としてアメリカ合衆国により信託統治されることとなった。 日本は1994年10月1日にパラオのアメリカ合衆国からの独立を承認、同年11月2日にパラオと国交を樹立した。コロールにある日本大使館は1999年に開館した。かつて日本統治下にあったこともあり、パラオには日本文化の影響が見られる。現代パラオ語には大丈夫、お客、電気。 選挙など日本語からの借用語が多数含まれている。また、パラオ料理は日本料理の影響を受けている。2002年に建設された日本パラオ友好の橋、パラオに拠点を置く、マグロ漁業の企業は主に日本に刺身となるマグロを輸出している。日本漁船へのライセンス付与はパラオの外貨獲得源となっている。パラオは過去に日本の捕鯨権を支持していたが、 2010年6月以降は国際捕鯨委員会により考案された捕鯨捕獲枠案を指示、日本の支持を取りやめている。ジョンソン・トリビオンはパラオの国家政策転換は日本とパラオの関係に影響するものではないと断言し、日本は捕鯨におけるパラオの立ち位置を容認する十分に成熟した国家であると主張した。日本はパラオ海底に眠る。 第二次世界大戦中の爆弾を処理するため、パラオに日本時代処理を支援する会を派遣した。爆弾処理は2013年5月に開始され、約1年半にわたり活動が行われる予定である。観光はパラオの主要産業の一つである。日本や台湾からの観光客が多くを占めており、2011年時点において、 年間10万9000人の観光客のうち3万7800人が日本人である。マサオサルバドール・サントス・オリコン大二郎、中村ミノル・フランシスコ・ゼービエル駅、フランシス・マツタロウ、宮城県、ザ・オーマチ観光物産協会、パラオと北原を。2021年5月1日へ閲覧。ありがとうございます。